海上保安試験研究センターは、海上における犯罪の捜査に係る分析鑑定、航路標識、巡視船艇の装備に関する試験研究を行う、海上保安庁の専門機関。高度経済成長に伴って深刻化した、公害問題に対処するために、水質汚脱防止法や海洋汚染防止法などの法律が制定された。これを受けて、海上保安庁は、 工場排水や船からの重湿油の排出の規制及び取り締まりを行うために、それまで航路標識や巡視船艇の装備を開発及び製作していた組織に海洋汚染原因物質の分析、鑑定や水質検査等を行う部門を新設し、海上保安試験研究センターが発足した。出展、海上保安庁組織規則海上保安の業務に、 使用する機器や資材に関する研究及び試験並びに、製作及び修理に関すること会場における犯罪の、科学操作にかかる鑑定及び検査並びに研究、及び試験に関すること海洋汚染状況の監視、及び調査にかかる海洋汚染の原因となる、油などの物質の分析及び、水質の検査海洋汚染の防除のために使用する、薬剤及び資材の試験並びに、 これらに係る研究に関すること、出展、交通政策審議会技術分科会資料平成16年4月、出展、海上法案試験研究センター。ありがとうございます。